キンプリヘイヤ仕様、ザタイム、生出演、今年の芸能ニュース、コーナーで語ったこと。アイドルグループ、キングプリンスのメンバーで、俳優としても活躍するヘイヤ仕様が、2022年12月23日に放送された、ザタイムに生出演し、最終回を迎える主演ドラマの PR を行いました。この番組では、平野仕様が、 バズったワードランキングのコーナーに登場し、最新のトレンドについて語りました。江ワイアナウンサーから今バズっているものについて質問された平野仕様は自身の最新の興味について語りました。それは写真を撮ることにはまっているということでした。 平野の仕様はフィルム帳に撮れる携帯アプリを使って移動中の車内などから風景写真を撮影していることを明かしました。彼は撮影した作品の一部を番組内で披露しました。千葉の九十九里の海岸や東京タワー、北海道の並木道など美しい風景写真が視聴者に紹介されました。 また、平野潮は弟とドライブに出かけた際に貝殻を集めて撮影した写真も披露し、写真撮影が彼にとって特別な趣味であることを明かしました。一方で、平野潮はフィルムのカメラを購入することも考えているが、現像が必要なため、手軽な携帯アプリで写真を楽しんでいると語りました。 彼の写真への情熱が伝わり、ファンたちは彼の写真作品に期待を寄せています。番組ではもう一つのコーナーとして、2022年芸能ニュースまとめがあり、平野オ洋もこのコーナーに参加しました。彼は今年のマイベスト映画として、そう、ラブアンサンダーを挙げました。さらに彼は自身の趣味について興味深い一面を明かしました。 ヒラの仕は、僕はマイキソウが大好きで、ソウが持って戦う、ハンマーも家に2つある。そのハンマーを家で一人で振り回して遊んでいます、とコメントし、視聴者を驚かせました。しかし、今年の芸能ニュースとしては、ヒラの仕ら、キングプリンスのメンバーが脱退し、ジャニーズ事務所を退除するという大きなニュースもありました。 しかし、この話題は番組では触れられなかったようです。平野紫耀の番組出演は、彼の最新の趣味や思い出をファンと共有する機会となり、視聴者からの注目を浴びました。彼の写真愛やマイキソーへの愛情、そしてドラマへの情熱が、彼の多彩な魅力を示すものとなりました。結論。平野紫耀のザタイムへの生出演は、 彼のファンにとって楽しい驚きとなりました。彼の写真愛や毎日総愛についての秘話は、視聴者にとって新たな一面を垣間見る機会となりました。一方で、芸能ニュースとしての脱退や退場については触れられませんでしたが、これからの彼の活動に注目が集まることは間違いありません。平野仕様のこれからの活躍に期待が高まっています。